10月3日月曜日。今日の天気は曇り時々晴れ。日本放送、飯田工事の OK、工事アップ。 朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩二です。おはようございます。日本放送アナウンサーの新庄一華です。日本放送飯田浩二の OK 工事アップ、この後8時まで生放送です、えー。10月に今日からということで、あと3ヶ月でこの2022年も終わりになるなと。 いうところであります。なんかね、あのー、店頭の、物の値段であるとか、いろんなものがね、この10月で変わるっていうところですけれども、この週末、えー、こう、あ昭和も遠くなっていくんだな、というね、ニュースがいろいろ入ってきまして、えー、まずは、あの、サ輪テ連絡師匠がね、亡くなったという、えー、話があり、そして、うん、さらには、アントニオ猪木さんがね、はいえー いやー本当なんかびっくりするニュースがね、うん、多かったなという感じであありますでますで猪木さんに関してっていうのはもうねいろんな人がいろんなことを言っててそれこそまあその格闘家としてのまあ足跡であるとか、うん、あるいはその後のこのね、えー、政治の面でどうだったとかいろいろこうね、あのー、ある人ではありますけれどもああのー、まあ、やっぱり。 さまざまな方と関わった人でありましてで実は私もですね、えー、少しだけですけれども仕事したことがあるんですよ。先週の金曜日のオープニングの話とかぶるんですけど。はい ものすごく暇をぶっこいした時期がありまして、えー、入社して三年目、四年目ぐらいっていうのはですね、夕方の番組の中継枠も外れて、で、あなたとハッピーが始まるよりも、もうちょっと前っていうとですね、私はあの週に二回ぐらい泊まり勤務をやって、そうするとお、泊まりの部分と明けで二日間仕事したことになるじゃないですか。はいはい、で、それを二回繰り返して、あとは一日、あのー、日勤って言ってですね、電話当番みたいなことをすると、それで一週間のローテーションが終わっちゃうってうですね、だからほとんど会社の 人とも誰とも会わずに、えー、ただ勤務時間はちゃんとやるみたいなんですね。<laughs> えー、暇だ たね、あの時は。あまりに暇なんで、はい、単発の仕事はいっぱい来るわけですよ。で、その中で、あの、浅田次郎先生にインタビューさせてもらったりとか、えー、外専文章でディープインパクトが出るからって、その特番やらせてもらったりとかね、やらせてもらったりって言っても、えー、中継レポーターをやったぐらいなんですけど、あったんですが、そんな中ですね、えー、お前ちょっとさ、あのー、ちょっとし、イベントの記者会見の司会をやれっていう話が来て、これ2006年ぐらいだったと思うんですけど、 で、それはですね、うちのあのね、地下にイマジンスタジオってあるじゃないですか。はい、あそこで、えー、ある、こう、イベントの告知をするという会見で、うんうん、で、え、あ、そうなんですかわかりました。で、誰が出るんですかって言ったら、いや、これ、アントニオ猪木さんが出る。おお<ー>。マジっすかっていう。あのー、イ猪木ボンバイエだったかな ?IGF っていうのの、その、旗揚げの会見だった。 みたいなんですけど、はい、で私、その会見の中身っていうのはほとんど覚えてないんですけど両国間でとにかく畑をやるんだとでこれこれこういう選手たちが出るんだというような、えー、ことがあり。で、えー その後ですね、あのー、まあ、記者の質問に答えるわけなんですけど、やっぱりそういう時に手が上がるのだったら東京スポーツの記者さんですね。猪木さんとはもう非常にこうね、<laughs> はい、え親しいというか、いろいろつながりがあるんで。で、そうそう、その時、あのー、その会見の、まあ、あの、全体を統括してたディレクターがですね、あ大丈夫大丈夫、あのー、 最初トースポさんが手を挙げるからトースポさんに振れば大体そこから話転がるからって言って <laughs> ところがなかなかトースポの記者の人が来なくって、はい、まず会見に、えー、どうすんだどうすんだみたいな話になって最終的には来てくれたんで,、えー、でちゃんと質問してくれてよかったんだけど、えー、いやーなんかね格闘技のこう 会見の司会っていうのはこういうもんなんだと思って、やっぱ、かっくる記者さんとかのね、もう表情とかも全然違うからさ、ースーツ着てるわけでもないしさ。なるほどやっぱこう。なんか格闘やってたのかなみたいな人たちもいたりとかしてさ。<ー>そ,うそうそうそう。で、やっぱあの、台本にね、最後の最後のところに、で、えー、これで会見終わりたいと思いますが、なんて言って、えー、最後にですね、あのー、飯田センターに立って闘魂を注入してもらうっていうって、えー、なんだこの台本だと思って。 か、それ。そう,そう。で、せっかく猪木さんいらっしゃったんで、って言って、えー、私にも稿を注入していただけませんでしょうかって言って。なんと。猪木さん笑いながら、<う> <laughs> しょうがねえな、みたいな感じで。えー、で,で、やっぱ、そういうシーンをこう撮ってもらって、はい、で、あのー、ね、翌日の紙面にもし乗ればいいね、みたいな感じで、<ー>多分書いたんだと思うんだけど、<laughs> 猪木さんがそうかわかった、つって、で、センターに立ってくれて、行くのって言って、バン <laughs> ちゃんと投稿を注入していただいて。 これがね、でもやっぱさすが、あの、素人相手だときちっと力加減も守りながらやるんだなと思ったのが、ええええ、駆け出しで暇ぶっこえたじゃないですか。<laughs> もういろんな人から怒られてですね、まあその当時まだ昭和の香りも残っていた時代なんで、ええ、手も出る足も出るって時代ですよ。<laughs> で、それこそね、あの飲み行ったりなんかして先輩のディレクターとかにパカーンとか頭叩かれるなんてことはよくあった時代なんで、<laughs> んそれと比べると、猪木さん優しい。ああ、そうですか。 比べるとさすがだなと思って、えー、興奮した覚えがあります。えー、たくさんねこう投薬注入された方経験された方もひょっとしたらリスさーの中にもいるかもしれないんですけれども、えー、本当にいろいろな意味で、えー、偉大な方が、えー、また一人よう去ったんだなということであります。えー、通信でご冥福をお。ご冥福を祈り出します。 あなたの声を届けます。リスナーズオピニオン。この傾向ジアップはリスナーのあなた、コメンテーター、私だ、新行アナウンサー、番組スタッフみんなで作り上げるニュース番組です、えー。ぜひメールやツイッターでご参加いただければと思います。えー、メールはですね、事前にはあ、我がタイガースがクライマックスシリーズに進出をしたぞ <laughs>、はい、と、えー、いう祝電をたくさんいただいております。<電>ありがとうございます。これについては、まあ、後ほど須田さんとともにですね、勝利の美酒を味 お酒は飲まないでください <laughs> お,酒<の>お酒は飲まないでくださいそ,、ね、その上勝利でも何でもないっていうね昨日だって結局引き分けじゃねえかって話 <laughs> ここからですよあ本当にね渾身するらしいなという感じがありましたが <laughs> さて、えー、ということで今日のコメンテーターはジャーナリスト須田慎一郎さんです六時半ごろからご登場ですがまあ,あ大阪の話題でもう一つあの大阪維新の会がね、えー、大阪市長選に向けて党の候補者よ候補予定者を決める 予備選の選考委員に。 スターさんが参加しているということでありまして、まあ、その辺の話もちょっと聞いていこうと思います。えー、それからニュース7時またぎ、今日召集の臨時国会について、第2次補正予算案など論点に迫ります。えー、それからウクライナ情勢、えー、さらには北朝鮮、過去に例のない頻度でミサイル発射を繰り返しております。で、えー、ニュースキーワードのゾーンでは、うん、国力として防衛力を総合的に考える有識者会議というものが先週金曜日初会合を行ったというニュース えー、そして、えー、スクープアップ日本経済について、えー、食品などの値上げ10月およそ6700金目とこういうようなことが出てきております今週は毎日抽選で3人の方に工事ーーオリジナルスマホスタンドクリーナーをプレゼントしますプレゼントの応募おはがきでもお待ちしています郵便番号100-8439 0の日本放送飯田工事の OK コージーアップまでまたコージーアップの番組ホームページにもプレゼントの応募ファームが がありますこちらからも応募ができますのでぜひご利用くださいここが気になるのコーナーです。スタジオ長官隠しが入ってまいりました今日のまあ,あ一面はバラバラという感じです、えー、お休みを明けてというところでありますがまあね、えー 特集で一面作ってるところも多いですが、読売新聞は T ポイント V ポイント統合会員計1億2200万人24年春めどというね、えー、記事を出しております。あのー、T ポイントね、あのー、 あの、今、カルチャーコンビニエンスクラブですかな、ね、?CCC という会社のポイント。まあ、あのね、私はあの、ツタヤのイメージなんですけど、もそれだけじゃなくっていろんなところでポイント貯められるし使えるぞって話になってますが、それと V ポイント。まあ、これはあの、三井住友カード。 の、まあ、ビザ、えー、のね、あのカードのポイントでありますが、えー、ここの二つがね、提、え、携、ー、統合して共同運営するんだという話で、まあ、そうなってくると、確かに、あのー、コンビニなんか行って、えっと、どのポイント貯めようかなみたいな迷うのがちょっと減るのかなっていうね、えー、感じもありますが、まあ、しかし会員数が合計で1億2200万と、えー、まあ、 クレジットカード付帯のポイントと、それからあの、このね、t ポイントの部分というのは、まあ、食い合うところがあまり多くはないというところが、えー、あったりもするのかもしれませんけれどもね、えー、ここが、あ、ポイントを統合するんだと。 俺のポイントはどうなるんだろうなとかね、えー。紐付けがこれから先どうなってくるんだろうなっていうのは、えー、ちょっと気になるところでもあります。ま、あこういったニュースが入ってきております。えー、それから朝日新聞は雲作り温暖化防げるか海水を含む太陽光の反射率高めるというですね。ま、あ SDGs1.5 度の約束というものの、えー、特集記事であります。なんかあのー、 ねえー、雲を作って、それで、まあ、人工的に、こう、雨を降らせたりであるとか、うーん、いろんなことをすると、海水を含む、うん 太陽光の反射率を高めるとかですね、えー。そういうことがあ出てきております。まあ、新しい技術っていうところなんだろうとおいうふうに思います。えー、それから、毎日新聞は石炭中止、漁師法廷という、まあ、相模湾で海の、えー、森、まあ、その昆布だとかね、えー、海藻の森が今、磯焼けって言ってどん,どんどんなくなってしまっているという話を書いています。えー、そして、ウクライナ情勢については産経新聞、ロシアが20万人、えー、ロシア20万人が国外脱出と、えー、動員発表後に徴兵の拒否が相次いつ いていいでるという話であります、えー、まあこのあたりの、ねえー、ことに関しては後ほど今日のコメンテーター須田さんともウクライナ情勢など、えー、深めていいこうと思います、えー、そして日本経済新聞は国内インフラ877か所に穴というです、ね、情報漏洩だとかあるいは制御を失う、えー、恐れもあると。 うーんいうことまあこれ日経の独自の調べだそうですけれどもまあ排水ポンプを止めて水害のリスクを上げたり再生可能エネルギー施設の警報を切ったりできると、えー、いうことが出てきているとでまあ高市早苗、えー、経済安全保障担当大臣、えー、このね結果についてうんサプライチェーン全体でセキュリティのレベルを上げることは危機の課題と指摘きたし、えー、経営者にサイバーセキュリティ対策にかかる費用や時間をやむを得ないコストと考え えるのではなく、市場で高い評価を受けるための投資とを考えてもらうため、啓発活動が必要だとういうふうにコメントしたということであります。まあこの。 えサイバー攻撃。まあこれがね、えー、相当前々から行われる、実際にその有事が起こるよりもっと前からというね、えー、ことは、それこそウクライナへの、えー、ロシアの侵略の時なども指摘されているところであります。まああの時は、ん国内のまあ衛星などを使ったデータのやり取りというものも、開、えー、戦直後に2割まで ぐっと減ったと。で、それはもう何ヶ月も前から仕込まれていたマルウェアがそのタイミングで一斉に発動したからだと。で、これに対して、えー、 低いねコードを回る風衛星を使ったりなんかして、うんなんとかそのデータをのやり取りを回復させたって、それこそねあのイーロンマスクでやってるサーリングとかがそれをねになったということでありますが、まあそれだけじゃなくって日本の場合はもうこの太陽光発電所であったりとかいろんなところで不具合が起こるんじゃないかということが言われております。でこれあのー。 各省庁で、こういろいろサイバー対策の、え部門というのはあるんだけど、それが横串連携できてないっていうのは、まあ前々から言われてることで、それこそ自衛隊の中にも、あの、サイバー部隊を作ったんだけれども、これ基本的に自衛隊のシステムだけを守るもんで、全体を守るもんじゃないとかですね。こういろんなことが言われております。この辺の、まあ、全体の仕組みも含めて、対策しないと、まあ、企業任せでいいのかというようなことも言われるところでもあります。 この時間からコメンテーターの方々ご登場。今朝はジャーナリスト、須田慎一郎さんです。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まあ、本当、今朝はですね、関西についての話題が非常に多いなと。まあ、オリックスもね、逆転優勝を最終戦で決めたし。あの、昨日びっくりした試合展開でしたよね。たまたまね、私ね、ソフトバンクの大ファンが、あの、博多から東京来てましたね、一緒に夢しくしたんですよ。あら。いろいろ会話してても、ここ、心、ここにあらず。 ね、なんかそうです、ね、もう全然ねあの <laughs> 食事に集中してくれなくて <laughs> スマホの速溝チラチラチラしてら「あっ俺

よしね、えー、本当ですよね。 いや、ちょっとね。ああ、後ほど、後ほどで。え、はい、今日これで、ここが気になるってやるの違,う違,う違,う違いますよ。これじゃないのいや、それどころか今日この番組は、このまま、ええ。このまま。いうわけにもいかないらしいんで。7時50分頃たっぷりとあのお時間用意しても終わりかけじゃいいかよ。<laughs> <laughs> よく知ってますか、ま、で、もう一つ関西の話題ということで、大阪維新の会がですね、大阪市長選挙前に予備選をやるんだと。はい、で、その選考の いいが発表されましたが、スト、はい、さん、ええ、名前入ってますよバレてたいやいやいや、バレたじゃない。バレたじゃないですよ。<laughs> <laughs> もうなんか日本放送のね、お馴染みの面々っていう、はいい。本当。だって他がキャスターの辛坊二郎氏、ええ、政治学者三浦瑠麗氏、あ、みんな会ったことあるみたいなね。<laughs> いや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 、いや私が入るのもわかるんだけど、なんであんないい加減の辛坊二郎が入ってくるのか <laughs> 不満なんだよね。いい加減な。<laughs> いや、それどこか松井市長に、うん、あ、しもさん自分で出てもいいんですよみたいなツイッターで煽られてましたよね。勘弁してくれよみたいになってましたけど。どう、<や>どういう、どうしたんですかね。えー、どうしたんですかね。どうしたんでしょうね。<laughs> ねいや、あの、吉村で、えー、さんからですね、直接口説かれて。 あ、そうなんですか、ね、もう、三3週間ぐらい前ですよ。へ<ー>、ね、えー、まあ、すぐ間近だったんだけれども、はい、あの、ちょっとね、話したいことがあるから、えー、30分ぐらいすぐ時間取っていく、会ってくれないかみいな、ね<ー>、みたいなね。え、俺みたいな。なんか、大阪府議会議員、立候補してくれとか、そういうことじゃないの <laughs> 在住でもタイミング的にもね。タイミング的にもね。タイミング的になんか嫌な予感がよぎったんだけども、ね、それ嫌な予感にして、してはですね、レベルが低かった、この選考委員だったんで、思わずね、二世に、<laughs> ちちゃゃっっっったたていう首を安心とともにこれが首横に振ったらなんか次議員になってくれみたいなこと言われるんじゃないかと思って <laughs> じゃあ不義でここの選挙区がみたいな言われたらはあこれでもまああの市長に向けてねこう手を挙げる人ってのはいっぱいいるじゃないですか、えー、でその中からこう選考の最終段階のお選考すると、えー、どういうことを聞いたりするんですかこういう時ってのいや。いや やっぱりね、僕は思うんだけども、うん、やっぱりこの工房にね、応じてきた。 えー、ということですから、まあ、維新の政策、うん、まあ、一言で言ってしまえば、身を切る改革っていうのは、はい、え維新の政策なんだけれども、まあ、そこは共感してるんでしょうね、と。だから、まあ、政策面ではね、はい、正直言って別にお笑いではないんだけれども、あんまり聞くことは僕はないと思うんですよ。<ー>人となり、はいえー、どういう人なのか、うんうん、ね、えー、まあ、どういう考え方を持ってるのか、えー、その辺をですね、聞いて、まあ、情報発信していったらいいんじゃないかな、と思いますけどね。 ただね、候補になったらいろんなメディアからこういろんなこと突っ込まれるでしょうし、ね、その辺をこう体制を見るみたいなところがあるんですか、うん。だからこれまでどうなのかなやっぱり橋本さん、はい、あるいは、えー、ね、うんうん、吉村さん、松井さんと、はい、どっちかっていうとエッジが立ってる人ばっかりじゃないね。あんまりなんかこうね、世の中的には、こう摩擦をね、はい、強くしていく人ばっかりなんで、はい、もう少し温当な。おー。えー なるほど。穏やかな,な。穏やかな。なるほど。<laughs> そ,うそういう人の <laughs>、ええ。そういうちょっと性格を見極めたいない、ね。なるほど。ええ、まあね、あの、選挙そのものはまだまだ先ということで、最終的には12月10日に、えー、大阪府内の党員らによる投票をもとに、いい候補予定者を決定するということだそうです。<laughs> あなたと一緒にニュースを考える、飯田浩司の OK 工事アップ。今朝はジャーナリスト、須田慎一郎さんです。引き続きよろしくお願いします。はい、お願いします。お願いします。 えまずは、為替の値動きをお伝えしておきます。円相場ですが、1ドル144円80銭付近での取引ということです。えー、では、取り上げるニュースはこちらです。今日、臨時国会召集。 第2次岸田改造内閣の発足後、初の本格論戦となる臨時国会が今日招集されます。物価高対策を含む第2次補正予算案などが主な論点で、野党側は国葬儀を実施した安倍、えー、岸田総理の判断や、えー、世界平和統一家庭連合、旧統一協会と自民党との関係についても追求していく方針です。 えー、臨時国会今日招集ということであります。まあ8月にね内閣改造は行われてから初めての本格論戦だということでありますが、笹田さんどういった展開になりそうか？はいあのー、やっぱりね野党第一党の立憲民主党はですねやっぱり参議院選挙先の参議院選挙のね、えー、境にですねそれまでの提案型対決対案型,型ですね、うん、対決型へ大きくかじ切ったんですよ。はい、でそういった中で、えー、どうでしょうね旧統一協会の。 問題であるとか国葬儀の問題であるとか、うん、っていうところが出てきたので、ええ、まあ、そのね、対決型という中で、攻撃材料っていうのをね、手にしたと、そういうふうに受け止めて、まあ、だから、激しくです、ねはい、政府・与党を追及するような、そういうような国会展開になっていくでしょうね。うええ、これねあの、足元経済の話とかもいろいろある中で、そこにこう、ええ、フォーカスしていくっていうことが、はいうん、いいのか悪いのかっていうのは、まあ、これはなかなか野党の中でも話 難しいんでですすかね。そうですね。そうあのただ、ですね、まあおそらくですね、多くのメディアは、はい、えそちらの方にフォーカスしていくんでしょうけれども、まあおそらくね、この臨時国会の私は最大の目玉は、えー、補正予算案だと思うんですよ。はいえー、というのは、ですね、えー、まあ前年度、前々年度とですね、年度の当初予算以外に、まあトータルで百兆円超えるね補正予算を組んで、なんとか景気の底荒れを防いだということで、ところが今年度、まだ二兆七千億しか補正予算

されないのかなと。だから、ある種こう、コンタラスト、本当に重要なことについては、 ほとんど注目されない、はいど、どうでもいいようなことについて、大きく注目されるというね、えー、いうような展開になっていくのかなと思いますねうん、まあ、このね旧統一教会の話、細田衆院議長であるとか、山際経済再生担当大臣らとの関係というふうに、ね、焦点が当てられてますけれども、ね、なんか結構、先週あたりのニュースって、野党系の議員の方々の名前も出たりしましたよ、ねまあ、あの一番注目されたのが、やっぱり辻元清美さんと、ね、いうことで。であれ これがですね、うん、私思うに、はいえー、旧統一協会問題の本質というのかな、えー。一番大きなポイントになっているのかな。つまり、別に次のさんが、旧統一協会系の団体の、ね、集会に出ていて、会費を払ったということが問題なんじゃなくて、はい、要は旧統一協会の問題の本質ってそこにあるんじゃないか。うん、つまり、どういうことかというと、うんえー、自分たちがね、はい、要するに旧統一協会であるということを、まあ まあオブ、オブラートに住んでというか隠してですね。うん、はい。で、いろんな団体、もう山ほどあるわけですよ。そういったところで接近していって、で、結果的にですね、なんか関わってんのか関わってないのか、あるいは接点があるのかないのかっていうのがあまり強く認識されないまま、そのことが事実としてね。うん、えー、まあ、要するに旧統一協会がある意味でこう、布教活動等にね、はい、利用しているっていうね。 それが、あの、ある種の、こう、権威づけをしてですよ。旧統一協会サイドは。それを、え不、ー、況であるとか、えぇ、ー、集金に利用しているという、そういう構図が本質なんじゃないかなと。誰がどうだとかっていう話じゃないんですよ。だからそういった点で言うと、う確かにですね、はい、えー、自民党の中には、あの、意識してね、相手が旧統一協会であることを、えー、認識して、えー、その接点を持ってた人もいるけれども、多くの話を聞いてみると、え、そうだったのと。だから自民党内の調査が行われたときに、 自民党からリストっっててたんですこれと何か過去で関わりがあるかどうか全部チェックしろとえここもそうだったのみたいな団体名がリストでだっと出てたりなんかしておおっっていうことええ、というような状況があるんだからそれをね10一1杯あげにズブズブっていうのもこれも本質もついてないと思うしだから辻元さんだってそうだったじゃないのとこれがそのあの団体の本質なんだっていうことをね議論を深く 深く見ていかないと、何の意味もないことになってしまうんじゃないのかなと思いますけどね、はいうんまあ、本当お、いろんなこう団体であるとかとの付き合いの中で、うん、じゃあそこをこうどう線引きするんであるかとか。 もものもあるしそこと、まあ、あとは、えー、信教の自由だとかそういったところとこうもし法律を作るという段になるとどう整合していくんだっていう話本当はそこら辺結構細かく詰めないと、うん、ひょっとするとその、まあ、信教の自由だとか人権に対して、ねえー、まずいことになる。 っていうことにもなりかねないですよね。これ放置していくとい、うん。あのー、だからね、その点について言うと、えー、やっぱり、その先ほど申し上げたように、あの、ある種のこう権威づけをしていくわけですよ。うん、自民党のこの議員の方と、あるいは自民党と、うん、あるいは元総理と、うん、これだけ我々は深い関係にあるんですよと。匂、うん、わせっていう最近よく使うんですけどね。はい。だからそういうことで統制の拡大であるとか、うん、お金集めをしていく。で、そこに利用されるっていうのは、やっぱりお金、 で、まずいわけですよ。ね。あの、ですから、えー、その利用されないようにするためにはどうしたらいいのかっていうところを考えていかなきゃならないし、はい、だから別に、えー、その宗教を信じるなとかね、うんという話はないんですよね。うんで、加えてじゃあ、えー、次にやらなきゃならないのはどういうことかっていうと、これ実はですね、えー、1980年代半ばぐらいからですかね、えー、まあ言ってみれば、それぞれの信者が、まあ、違法行為やりましたと、ね。はいう であればそれをきちんと現行の法律で、はいえー、取り締まっていくっていうのかな、摘発していくっていうことをすればいい、うんうん、それが90年代入るとできなくなっていくんですよ、<ー>ほとんど立件されないという、うそこに何があったんだろうか。はい っていうね、で、1991年かなあの、えー、団体名の変更っていうのもあったし、はい、まあそのあたりのことをです、ね、きちんと検証していく必要があるんじゃないかなと、私は思いますけどね,うん、まあ、ね。かつてその霊感商法というものがかなり問題になった、その後、まあ、消費者保護の観点から、うん、まあ,ある程度できるようになってきているというあた、うん、りもありますが、そうやってまあ対象、両方的というか、やっていくことも必要ですもんね。えーうん さあ、今日から臨時国会召集ということで、ええー、まあ、それについてね、お話をいただいております。まあ、これ、臨時国会の焦点としての補正予算。まあ、ああ、経済対策については、先週金曜日に、岸田政権閣議決定、あ閣議か、閣議で閣僚に対して指示をしたと、はい、いうことが出てきまして、まあ、いろんなメニューが出てきておりますが、人への投資であるとか、はい、ええー、これ、どういったところが、ス田さん、ポイントになりますかいやいや、もう、唯一焦点はね、これしかない。 ないだろうというのは、はい、やっぱりマミーズベースでね、えーえー、どれだけの財政出動が行われるのかというところに、私はかかってると思いますよ。まあ、やっぱりあの、えー、これ、コロナの、ね、収束が、えー、遅れたということもあって、個人消費も、はいえー、まだまだ、えーね、あの少ないですし、で企業の投資もです、ね、まだまだ思わしくないという状況で、やっぱり公的セクターがね、はいえー、その需要を支えていくということはどうしたって必要、で加えて何、なぜ日本が、要するにデフレ基調から、えー、脱出できないか。 ないのかっていうと、はい、圧倒的な需要不足なわけじゃないですか。じゃあ需給ギャップどのぐらいあるのかっていうともうみんなこれは認識している通り三十兆円。はい、じゃあこれを埋めるのか埋めないのかどの程度埋めるのかっていうところがねえポイントでだから大規模なと言ってもその大規模な。 実学ベースと言ったらいいのかな。はい、で、これについては、茂木幹事長が15兆円ぐらいというね、小出しにしてる、小刻みにしてきてるわけですよ。うんはい、それでは、あ的に足りませんよと。で、自民党内の積極財政派は、参議院選挙前にですね、うん、高井早苗政調会長当時ですけどね、はい、に対して、えー、真水で50兆円規模の財政出動をというね、提言書を提出している。うんはい、まあ、その後に政調会長変わりましたけれども、えー、これはまだ生きてるわけですよ。うん、じゃあ、そのあたりでどのぐらいの、えー、 真水ベースで規模が出てくるのかというのが一つ焦点なのかなと思いますよ、ねまあ、これね、よく数字で出てくるので、真水、実際の政府の財政出動でっていう部分と、うんはい、もう一つ、事業規模でっていうのがあって、はいはい、よくね、事業規模でまあ30兆って、そうすると企業の投資とかそういうのも全部ひっくるめてって話になっちゃうん、ね、そうですね、だから利子補給でね、はい、例えばあの1億円出しましたって言ったら、うん、まあその利、利子分でその100倍ぐらいね、100億円、はい っていうの事業局ベース計上したわけですよああ、なるほど本当に借りるのとかそれって別にお金の総量が増えてるわけじゃないよねと はい。いうことになりますから、何の意味もない。うん、だから、マミズベースっていうのをぜひ見ていただきたいんだけれども、はい、ただもう一点ポイントがあるんですよ。<う>隠されたらね。うん、どういうことかというと、これ10月の上旬から補正予算の審議が始まりますよね。はい、どんなに急いだってそれが成立するのは10月末ですよ。うんで、過去の経験則からするとですね、すねはい、だいたいそれが世の中に出回り始めるのに2ヶ月かかるんですよ。あ<ー>最短でも。 そうか、予算つけてすぐに使うってわけじゃいかないですもんね。そうすると、10月末成立仮にですよ。はい。11月末、12月末。<お>年内間に合わないじゃないあら <laughs> 年内間に合わない。そう。それまずいですよね。そう。だから、これから年末へ向けて大丈夫なんだろうかと。 ね、だから、その予算執行を伴わない形でね、はい、まあ政策総動員して、何とか人の失速をね、えー、防いでいく必要が、例えば、えー、あるし、うん、え例えば、その、ね、あのー、ま、名称が変更されて、全国割というふうになんか変わるらしいんだけれども、GoTo、はい、ーーキャンペーンですよね。えー、えこういったところも,もう予算があるわけだから、制度もあるわけですから、そうですね、こういうのをどんどんやっていくとかね。これ、去年か一昨年の予算がもうついてて、それが執行停止になってるわけですもんね。えーえー で、これ、え、で、これで、10月、11月末から12月頭にかけての秋の行楽シーズンと、ちょうど紅葉なんですよ。はい、で、そのあたりにですね、えー、きちんと使われるように活用してもらえるようなね、えー、そういうような体制を取る人もあるでしょうしね。いや、これ、あの、なんか、報道ベースだと10月の11日からスタートだ、みたいな話がね、うん、今出てきてますけど、またこれ3連休逃した直後ですよね、890っていうね。えーえー、なんでこういうことするんですかね。そうそうそういや だから、うん、いや、あの、これがね、あの、菅前総理のですね、失敗なトラウマになってるんですよ。はい、昨年の5月。<ー>で、それを再開した途端にですね、えー、感染者が同化していっちゃったと。<ー>で、結果的にですね、えー、菅さんのことが嫌いで嫌いで仕方がない朝日とか毎日がね、要するに、接、え、続、ー、な g o 事業の再開によって国民の命がリスクにさらされたみたいな大キャンペーン貼っちゃったってで,、はい、で、結果的に支持率下がるみたいなね、状況ありますから、これ簡単にやるとですね、えーえー えーまあね、あの岸田さんにしては、はい、ルーメラン帰ってくるんじゃないかみたいな、ああ、俺も同じような、同じような、なりたくない、えー、これ、覚悟を決めてほしい、うーん、えー、もう大丈夫だから、大丈夫だから <laughs> いやー、本当ね、ようやくなんかそ、どっか出かけてもいいかなっていう気持ちになってきてるところですもんね。えー、おはようニュースネットワーク、取り上げるニュースはこちらです。 プーチン大統領がウクライナ4州の併合条約だとする文書に署名。ロシアのプーチン大統領は30日、ウクライナ東部と南部4つの州について、ロシアが併合すると定めた併合条約だとする文書に署名しました。一方的な併合を宣言したことで国際社会の非難は一層強まっております。 東部ドネツク、ルハンスク、ルハンシク、そして南東部ザポリージャ、南部のヘルソン。この4つの州だと。 うんいうことで、まあねそのお、住民投票とされるものから、えー、1週間余りでね、やっぱり特別軍事作戦、一連の、ねはい、特別軍事作戦に対する、やっぱり成果を出さなきゃならないというその必要性に、うん、ですから当初も,、ね、もうあの目標に定めていた、はいまあ言ってみればですね、まあ、ロシア住民が住んでいて、でなおかつ、ねえーなあの、ウクライナで,ですね、 ネオナチ勢力によってそれが人権が侵害されているというところでその奪還を目指したというところに帰結させるようなねえまあその節目を作ったのかなと思いますけれどもまあかなり強引でえその手続きも拙速すぎるのかなと思いますよね。ですからこれに至るまでねあのどうなんでしょうねやっぱり一番大きな転換点になったのは。 やっぱり予備役に対しての一部招集令とをね、しまして30万人確保する。えー、まあこれについてはですね、まあ、いずれにしても、えーまあ、その戦闘地域における、えー、地上部隊といったんですかね、やっぱり兵員があまりにも不足しているために、やらざるを得ないだろうと。はい、ただ、これがなかなか国内世論の、ねえーえー、反応を考えると、えー、相当ハードルが高いということで、えー、プーチン大統領は、えー、ずっと躊躇してきたわけなんですよ。ね<ー>これに踏み切ら,ずに踏み切らなく ななってきたわけなんでまあ、じゃあなぜそうなったのかというと、もちろんね、えーまああのー、展開として兵員が足りないってこともあるんだろうけども、はいあのー、もう一つ見ていくと、ですねやっぱり国内のといったんですかね、ロシア軍のといったのかな、ね、うん、その強硬派。 えー、ここをです、ね、抑え切ることができなくなってきたのかなと思いますよね。だから、あのー、そういった点でいうとです、ね、権力基盤が、はいえー、かなり揺らいでるんじゃないのかと。 で、なおかつですね、一部、そのね、その予備役に対するですね、えー、書をかけて、それに対する、その、まあ、なんていうのかな、あの、かえー、まあ、説明なんかを見てみると、その動画が流出してるんだけれども、それなんかを見てみるとね、相当悲惨な状況と言ったらいいんですか、ね、えー、軍服は供給するけれども、いや、例えば寝袋であることか、 防寒具であるとか、あるいは、えー、医薬品の類これ全部を自分たちで用意しろとういうことを迫っている動画が流れちゃったんですよ。はい、で、その辺から考えると、本当にこれ、戦える状況になっているのかどうなのかで、やっぱりそう言われた方としては、ええ、あれですよね、なんか自分たちは捨て駒にされてしまうんじゃないのかそう思いますよね,ね、えーで。その一方で国境を越えてどどどどん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  えー、国外脱出する人が増えてきていてと。3K 今日の一面、ロシア20万人が国外脱出っていう見出しがついてますよ。えー、えー。まあ、一説によると30万人とも言われてるんですけれどもね。<ー>で、もうこのシーンってね、やっぱりね、ある種、視観っていったらデジャブがあるんですね。何かとというと東西ドイツの あるいはベルリンの壁崩壊。はいえー、で、えー、あの時だって別にベルリンの壁を越えてね、はいえー、西ドイツサイドに、えー、脱出することが容認されてたわけじゃない。うんえー、許可されてたわけじゃない。ただそれを押しとどめるだけの、えーえー、体制っていうのかな、警備が取れなかった。うん、からなし崩し的にどん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 、うんえー、流出していって、結果的に、えー、東西ドイツが統合されていくというね、あるいは東ドイツが崩壊していく。はい、あの前夜を見るような。 感じがしてなならないですよねうん確かにあの時もね、あのハンガリーとか、あの辺経由で、うん、こう、オーストリアに逃げるみたいな、はい、ね、かなり大きな流れがあって、やっぱり人が動くっていうと、それが政治が動くってことになっていくんですか、ねうん、で結果的にですね、あのやっぱりこの、えー、逃げない人はっていうと、はいえー、じゃあどういう人かっていうと、例えば、えー、年老いた親がいるとかね、うんうん、であるいはお金がないとか、経済的な事情によってとか。 っていうところで、で、そうするとやっぱりこの反戦、沿線ムードってものすごく高まっていくんではないかなと。で、それの引消しをするために、はいえー、今回のですね、えー、まあ、統合文書に、平、え、和、ー、条約に署名と。 いうところになると、どん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 ん自分で自分の首を絞めている、プーチン大統領がね。という状況になってるかなと思いますけどねでそこで取り沙汰されるのが、まああの、核兵器を使用するんじゃないかという、うん、あたりで、まあえー、日本葬で朝6時から番組やってますんで、いろいろメールやツイッターもいただくんですけれども、うん、エゾタさん、ツイッターです、他国の介入を防ぐためでなく、ウクライナの反攻作戦を止めるために、核の使用をちらつかせるとか、ロシアも落ちるところまで落ちたかんと。お 欧米はこういった脅しに対して、どう対処すすればいいですかね、うん、あのその前にね、ええ、ちょっと驚いた話があって、うん、それは何かというと、まあ、ウクライナの方と話をしてたんですよ。ふうふうで我々からすると、例えばそれが戦略じゃなくて、戦術核兵器であったとしてもね、これは大変なことが 起こると。はいえー、第三次世界大戦の引き金になるんじゃないのか、えー。ただその使用に関しては相当ハードルが高いはずだというふうに我々は考えがちじゃないですか。ところが、えー、チェルノブイリ原発事故をね、経験している彼らにとって、はい戦、戦術核兵器の使用だとか、あるいは使用されることに対して、なんかさほどそんなに強い危機感じゃないんですって。<ー>簡単に使ってくるんじゃないかと。 ロシア側ロシア側が。側がじゃあ、それによって、えー、ウクライナサイドは、えー、恐怖にうのぬいてみたいな、ということにもならないんじゃないのか。うんね、確かに、えー、甚大な被害は受けるにしても、はい、だからといってですね、えー、まあ、ウクライナの軍事基地を全部壊滅させるためには、相当な数の戦術核を撃たなければならない。ただしそれができるのかどうなのかというね、ロシア内でもですね、 えー、やっぱりその、なんていうかな、その疑問視する声が軍事関係者の間であるんですよ、うんその実効性、本当に打てるのか打てないのか、えー、一発にはずだったらいいですよ、えー、だけど、えー、そうやって、ね、戦,戦況をです、ね、大きく左右されるような形で戦術活動の使用が本当にできるのかどうなのか、はい、というところに関しては、えー、疑問視しているという声もある。だから総合ににとととってです、ねまあ、あのそれれほど使使うというういい実際に使用されるという、ね、ハードルは さほど高くないんだということを、まず念頭に置かなきゃならない。<ー>で、その上で、じゃあ、えー、まあ、ヨーロッパはですね、欧州は、はい、アメリカは、どういう手を打ってくるのかっていうところになるのかな。だから一発使られたからといって、えー、それで何かすぐに物事が変わるとかね、対応が変激変するということではないのかなと。まあ、もちろん使わせないというね、うはいえー、その抑止が、えー、非常にこう重要になってくる。 わけなんですけれども、まあとは言ってもですね、その一方で、えー、その使用に関しては冒頭申し上げたように、えー、強硬派。 ロシアの強硬派がですね、やっぱり使用をしろというね、はいえー、そういう圧力、えー、プレッシャーをかけてることは間違いないですよね。うん。まあ我々、広島や長崎の経験、参加というものを考えると、うん、だから都市で落とされた時に甚大な被害が起こるっていうのはある。で、一方で、その、まあ軍事の専門家の人たちに行くと、じゃあ広大な平野に展開している部隊に対して核兵器の使用というもの、特に戦術核のようなものの場合に、はい、どこまでっていうと、例えばその旅団クラスをね、 壊滅させるのにも複数こう必要だとかっていうね、あのピンポイントに甚大な被害っていうところが、今回のこの戦争に対してどう作用するんだっていうのはまた別で、だからこそ、その菅田さんご指摘になった、使用のハードルが低いんじゃないかっていうような話にもなってくる。 だから、その実効性という点で、はい、確かに意識とか、ね、精神に関して言うと、相当なプレッシャーになりますよ。うん、ただ、えー、それがですね、えー、じゃあ選挙にどう影響するのかっていうことを、冷静に冷徹に判断していくと、はい、これが割に合うのかどうなのかね、というところになっていくんだろうと思いますけどねそして、ね、それによって、もう全世界的な、もちろん、これはもう、 批判を浴びることになるともう一切ロシアを味方するような国は、おそ、はい、らくはそうしたら出ないだろうと、そんな非人道的なことをやってと、うん、いうことになったとき、まあ、その辺もプーチン氏は頭の中でこう計算してるわけですかね。ね ただそうは言っても、ですね、今日冒頭申し上げたように、はいえー、一部動員令を出したことによって、えー、本来だったらプーチン大統領の方針としてね、えー、やっぱり、あのー、その一般市民のね、ある予備役の海外への派兵というのは、ハードルを設けてきた、抵抗してきた、うん、それを押し,出す、ね、押し切られたっていう点は、ちょっと心配な部分っていうのありますよね、強硬反応って。あのーうん そしてもう一つのニュースは北朝鮮です核実験を含めた挑発行為の可能性があると松野官房長官が指摘をしたというニュースでありますこれミサイルここのところ尋常じゃない日度で撃ってますよね、はい、あのだからこれがですねその一等がなかなかこう見えてこない っ,言ったらいいんですかね、まあ、ですからえ、北朝鮮がミサイル出すときは、こっちも振り向いてみたいなところで、ある種のこの交渉の,、えー、の用意があるみたいな、ねはい、メッセージもあったんだけれども、現状ではその予兆さら伺えないというところで、じゃあ、その意図って,のって一体どこにあるのかっていうところを見極める必要があるんだろうなと思いますねうん何かアメリカとの間で直接やりたいとか、そのがあるんですかねうんこれかつてはそうだったんですよ。ところが、今回はどうもその傾向も見えない。 あ特に糸口がない中でと、はいうーん。まあ、その辺ね、あるいは中国との関係だとかっていうのもどうなっていくのか、まあ今後も注目をしていきたいところだと思います。続いて教えてニュースキーワードです。国力としての防衛力を総合的に考える有識者会議。 政府は先月30日、防衛力の抜本的な強化に向け、向けて、国力としての防衛力を総合的に考える有識者会議の初会合を開催しました。会議では自衛隊の装備のあり方や予算規模、防衛費の財源などを議論、抑止力を強化する必要性で一致し、省庁横断で安全保障に取り組むよう求める意見が相次いだということです。 え、ま、これ、今年年末までに国家安全保障戦略などのいわゆる政府三文書改定を控えて、まあ、それについて提言をするんだというところのようですが、ね あの、まあ、この有識者会議のですね、はい、えー、まあ、目的というのは、えー、対して防衛予算を増やしてないのに、なんか膨れ上がったように見え、見せかけるための有識者会議と。増やしたくもないし、対しても増えないっていうね、えー、いうところに、まあ、目的があるのかな。だから、おそらくですね、まあ、この議論が進んでいく過程で見えてくるのは、はい、あ、財務省は相当影響力を行使してるんだな、というところが見えてくる。じゃなんでこんなね、えー、ことを私が言ってるのかというと、はい、ま、こういった議論が始まる前に、はいえー、防衛 関係費という、ねええ、え概念が。 まあ、あの導入されてきただで私ね、ちょっとこれ、気づくのが遅すぎて、実を言うところ、日本放送の選挙特番のにあに、岸田首相とですね、はい、やり取りした時にときに、2%を、ね、達成するんですか、あの時に確かに岸田首相は、うん、NATO 基準でという言葉を言ってたんですよ。言ってましたね,ねでその時に対して、私のこれ不得の、不の本当に不徳の言いだすこところなんだけども、<ー> NATO 基準というところに関しては、するッとね、はい、聞き逃しちゃったっていうか、スルーしちゃったんですよ。 で今になってあこういうことねと。 えー、つまり NATO 基準ってどういうことかというと、えー、海上保安庁の、はいえー、予算というのは国境警備というね、え、観点からすると NATO においてはですね、防衛予算に、まあ、カウントされるわけなんですね。はい。で、あるいはですね、自衛隊員の年金、うん、えー、これはまあ、普通の、えー、公務員であるとか、一般社会人もそうだけども、厚生労働省予算ですよね。<ー>ただ、これについてもですね、防衛予算に計上されるんですよ。そういったものを一切合切集めてくると、えー、現状でもですね、えー、GDP 対比1 1.4%、今現状でもうーんだから NATO 基準でやると、はい、要するに増やしていないのに見かけ上増えたよ、ね、そうに、ね、なるわけですよで、ね、NATO 基準で GDP2% というとあと0.5%分ぐらいしかじゃあないわけですから。ええほう というところを考えて、やっぱりそれをね、政府が打ち出すと、はい、いろいろと摩擦があるでしょ、えー、批判も浴びますよね。自民党内からも批判が出てくる。それを避けるために、この有識者会議というワンクッションを置いて、<ー>ここで結論が出てきたからのように予想をうんですよ。<ー>できレース。出来レース。出来レス。 え、ちょっと待って。で、GDP 対比で、その、今すでに1.4から5ぐらいあると、残り0.5ぐらいしかないと、これ、あの、GDP がだいたい500兆円というふうに考えると、2兆5000億円と、そうすると1年あたり5000億円のプラスで、ちょうどと5年で2%いきますよっていう数字になる。これ、1年間5000億円みたいな数字って、そういえば前々から出てきてましたね。出てましたでしょ。ええ。で、これじゃ足んないじゃんっていう話してましたよね。だから、そういった点で言うと、 本当に必要な装備、うん、えー、あるいは武器弾薬っていうのが確保できるのかどうなのかっていうと、<ー>ちょっとかなりお寒いでしょうね。と、ただ、それをね。じゃあ岸田首相が言いました。政府が言い始めました。と相当批判出る出てきますからね。それを有志者に言わせる。はい、続いてここだけニューススクープアップです。この時間、最後のニュースをスケープー。 食品などの値上げ。10月はおよそ6700品目。原材料の価格高騰や円安進行を背景に、今月から様々な商品やサービスの値上げが行われています。帝国データバンクの調査では、今月値上げされる食品や飲料の数は6699品目。先月のおよそ2.8倍で、今年に入って最も多くなっております。 ま、この物価高対策についてっていうのも、 ねえ、えー、この臨時国会で注目だということで、なんかポロポロね、ええー、リークが出てきたりなんかして、電気代どうするとか、そういう話になってますね。ええー、あのー、ですからね、まあ、価格上昇が一流し、一部品目については、この補助金を出すっていうね、はい、えー、えー、いう形でね、えー、乗り切っていこうというね、動きなんですけれども、うん、あのー、ただその一方で日銀との、日銀の異次、えー、元の金融緩和政策とのね、ええー、整合性っていう点でいうと、やっぱりあのー、利上げというところに、まあ、あの、プレッシャーかかってるのかな、と。 思いますけれども、はい、ただ今利上げしちゃうと本当に景気失速しちゃいますから、<ー>やっぱり今の金利水準を維持する、異次元の金融緩和を維持する中で、どうやって財政出動していくのか、必要なのかっていうところを考えていくべきなんだろうなと思うんですね。うん、で、それ私ね、非常に不思議しかないのは、はい、要するに個別の品目に対して、例えばさっき言われた電力料金だとか、うん、そういうところに補助金出すのはいいですよ。いいけれども、うん、それって、うん、え非常にですね、えー、使ってるお金に対してね、実際に 効果のある金額ってのもうどん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 減っていくわけじゃないですか。はい、だとしたら、ありとあらゆる消費品目がですね。えー、物価高になってるんだから、うん、これ一時的にどうでしょうね。うん、期間限定で消費税減税というのは一番効くんじゃないのかなと。減税っていうのは、これ形を変えた補助金ですからね。うそういった議論が。 全く出てこないとかは異常なんですよ。や,やらなくてもいいんですよ。うん、やる、やらないの話じゃなくて、はい、やるべきなんでしょうけども、えー、ただそういった議論、そういったプランが出てこないっていうのが、これは非常にです、ね、強い違和感を私は思いますよね。もうなんか、やってないうちから、こう、リークで記事がいろいろ出てきたりなんかして、うん、もうこれが規定路線ですよと、いや、補助金で行くんですよみたいにな、うん、空気になっちゃってるっていうのがね。えー だからそういった点でいうと要するに総合経済対策プラス、はい、じゃあ、どのぐらいのね肝のみずの、えー、財政出動するのかっていうところを考え合わせていくとね要するに一番効果的な、うん、そしてストレートにですね消費者にとってメリットがあるっいうことを考えると消費税の、えー、期間限定型の減税というのが一番効果があるし。 ねえ、メリットがあるのかなと思いますけどね。うん。まあ、ここで一つ考えられる批判として出てくるのが、うん、そのイギリスの例でトラス政権になって、まあ、減税をするんだということが打ち出されていた。で、一方で、えー、中央銀行はどちらかというと、こう、利上げをするなりして引き締めようとして、そこがこう、ちぐはぐじゃないかってことで、ポンドが売られたみたいなことが出てきますけど、うん、まあ、これちょっと日本とは、その基盤の部分の経済の形が違うのかなっていう。事情が違いますしね。うん、で、日本が後と 期待できるのは、はい、これ、日銀が試算したところによると、強制貯蓄、これまで50兆円を超えて、はいえー、積み上がってると伝えるとえねコロナで使おうと思っても使えなかったお金が、まあ、貯蓄としてたまってるんじゃないかと、ね、えー、だからこれをいかに消費に向かわせるかという点で考えてみるとね、期間限定型の消費税減税すれば、その間にその強制貯蓄が出てくる可能性はあるわけですから、まあ、総合的に考えると、そこが一番効果的で近道だと思いますけどね。だから そういった案がね。はい、まあ、やるかやらないかは別としても、案が議論されないってことが、これが異常だってことなんですよ。うん。これ、どうして議論されないんですかね。やっぱり、あの、財務省が嫌がってるんでしょうね。 嫌がっている。ね。その期間限定型といっても、うん、いざ、えーね、元に戻す状況になっては、はい、要するに政治判断として先送り先送りされるでしょうね、というところで議論の素状にも載せないっていうのが、財務省の戦略作戦ですから。うん。ね、何かこう、補助金で一時的にっていうのが、こう、横行してるようなところがあって、うん、で、ガソリンの時も、これガソリンの暫定税率をなくしちゃえば、その分で、 価格下がるんじゃないのっていう議論も一部ありましたけど、すぐに。 なくなっちゃう。潰されたわけでしょで今回のこの電力だってこれ再エネの付加金一時的に止めるとかできないのかねっていうのも、<え>そこもなかなか議論にならないですね。ねだから要は、その減税というね、あのー、まあ道をですね、全部塞いでいこうと。うまあ最初からその議論に載せないっていうのが、はい、要するに議論に載せちゃうと、やっぱりそこの方が魅力的だよね、効果あるよねっていうことになってってしまうから、うん、もう最近はもうあからさまですよ、この岸田政権になってから。要するに議論の素材にも載せない。 その前段階で潰していくっていうのが。 基本的な戦略ですからね。うん。なんか、これね、かつてその減税をしようじゃないかっていう議論が10年、20年ぐらい前には、ね、結構巻き起こったけど、なんか巻き戻っちゃったような感じですね。えー、あの、ですからね、あの、自民党内の、党内の政調、政務調査会を舞台にね、はい、ぜひその辺はで,ですねうん、うんえ、議論してほしいなとうん。これね、新しく萩生田さんが政調会長についてという,、えー、と,いうところで、うん こっから先ですよね。うん、この投資協会の話で、萩生田さんもやっぱり身動き取りづらいんですかまあ、取りづらいところもありますし、うん、やっぱり、えー、どうでしょうね、将来を考えていったときにね、えー、総理総裁というね、えー、ところを目指していくにあたってですね、はい、ここで財務省の、えーね、尻尾を生、ね、むのかどうなのかっていうところは<ー>、えー、一つプレッシャーとしてある。やっぱりここはね、やっぱり萩生田さんの頑張りのこところだと思いますよ、私は。うんでこの そうで、これ、あのー、まあ、減税の部分はあれですけれども、金融緩和の部分で、日銀の仕組みもこれから先変わりますよね。まあ 変わっていくでしょうけれども、うん、ただね、日銀は1年ぐらい前からですね、はいえー、この異次元の金融緩和に関する、えー、レポート、あるいは報告書っていうのをまとめてるんですよ。うん、で、それを見ていきますとね、うん、あのー、8年間、まあ、最終的には10年間やるんでしょうけども、異次元の金融緩和をやってきて分かったことがあると。はい、それは何かというと、異次元の金融緩和だけでは景気回復ができないということが判明したと。うんうん 8年やってきてそれかいみたいなね、ツッコミもあるんだけれども。はい、じゃ何が必要かここがポイントなんですよ。ええ、やっぱり異次元の金融緩和を続けるのと同時に、 大規模な財政出動、これを車の両輪で進めることが必要だというね、まあ、中央銀行なりの、えー、結果を、結論をまとめたわけですよ。で、そうするとやっぱり、えーまあ、チャンスマッチ理論って、まあ、よく言う、飯田さんが、飯田教授がですね、はい、言うところでは、飯田康一さんが言うところなんだけども、うん、金融緩和だけではそれは景気回復できないから、だからその間に財政出動、はい、あるいは外的要因で、えーまあそのね、需要が、ね、増えていくのを待つべきだという、うんまあ、そういう考えがあるんですね。 でそうなるとやっぱりこう財政出動っていうのが必要になってくる、はい、これ、やるかやらないかっていうところ、でさっきの話に戻りますけれども、うん、そうするとやっぱり、えー、しばらくの間、限界まではこの異次元の金融緩和を続けていこうっていうのが、私はね、あのレポート、報告書を見る限り、日銀の総意だと思そうするとね、それこそ政府副総裁が、ね、変わる、変わらないっていう時期を、来年の3月ぐらいですか、迎えますけど、ええまあ、基本のスタンス、そうが変わっていかないんであれば、ええ、ちょっと安心材料はあるのかなってところで しえー、コアコア物価指数といわれてるね、はいねエネルギー価格と、えー、消費者物価指数をあ失礼、えー、生鮮食料品のね,ね、はい、価格を除いた物価の動きが、これ2%を超えたらまた別。 の意味を持ちますからね。要するにマイルドなインフレ、うんはい、その小悪化物価指数で2%を目指すっていうのが日銀のスタンスですから、<ー>それをこそれが超えるまでが、うん、まあ言ってみればこの異次元金融緩和の賞味期限かなと思いますけどね。ああ、その辺ね、今1.4%ぐらいまで来てます、ね。えー、小悪化の数字も、えー、あんまり時間は残されてない,のかもしれない。そう、そういった意味で別に政府総裁が変わるということじゃなくて、はい、その分の まあ残されてる時間は短いですよということなんですね。そうするとだから補正予算で財政指導が今度年明けまで行っちゃうってことになると、うん、その時間がねもったいないですよね,ね。それとあと規模ですよね<ー>補正予算の規模感っていうところは非常に重要になってくるとじゃあまあ一年ぐらいれいじゃないけどもう。 それは、その間では、異次元の金融緩和を合わせたら意味ありませんから。うん。そうか。むしろそこのところで、いや、やろうと思ってももう物価が上がってるからできませんよっていう、時間切れみたいなものも狙いとしてはあるんでしょうか、ええ、うん。だからラストチャンスなんだと。ああ<ー>。ねこの臨時国会がっていうぐらいの意識を持ってもらいたいですよね。食品などの値上げ、まあ足元の経済についてお話しいただきました。